どうも、コウズです。本日は9月2日、土曜日ですね。時刻は9時5分、いつもの大手町です。はい、今日は、アルビレックス新潟対浦和レッズの試合を見に新潟に行きます。僕はね、関東済みアルビサポなので新潟行くのも遠征になっちゃうんだけど、まあ今季ね、今のところ僕がビッグサンに行くと無敗継続なんですよ。2勝1分けだったかな。そうで、まあ浦和は2006年のリーグ戦、まあカップ戦ではね、ルヴァンで2015年に勝ってるらしいんだけど、まあ5勝5分け29敗と、さらに遡ったら5勝5分け31敗と、まあ非常に相性の悪いチームであると。でもね、僕はね、2000年のその 6対1で勝った試合を見てるから、そんななんか苦手意識が、あの、ナルオ選手のハットトリックみたいなね、あれ見てるからさ、そんな苦手意識はないんだが、ね、そんな勝ててなかったんだぐらいに思ってますけど、ね、今日は、その2000年みたいな試合が見れるといいなと思いますし、スニーカーをね、新調しまして、これ、今週買ったやつを、紐をね、そのデフォルトだと赤い紐なんだけど、青い紐に変えてアルビっぽくしてみました。オレンジと青。で、これ、いいでしょう、これ。これね、知り合いの、あの、行きつけの、よく行くショップの店長さんが独立されて、お店出してまして、原宿に。ピースオブケーキっていうお店なんですけど、そこで買った、この T シャツにポッケついてるのめっちゃありがたいのよ。あの、カメラ入れられるから。そう。なので、あの、おすすめですんで、ぜひちょっと、あの、服好きな人は、で、原宿よく行く人は、まあ、行かなくてもあれだけど、あの、ぜひちょっと原宿のピースオブケーキってお店行ってみてください。これ結構かっこいいでしょ。そう、いいんですよ。今日はね、小島選手の22番時代のサイン入りユニフォームを、持参して、それを着ようかなと思ってます。今日はね、浦和からレッズサポーター5000人も来るそうで、ビッグサンも結構混むんじゃないかなと思いますし、僕は今日弾丸日帰り遠征なんですよ。新潟駅発の9時40分発の最終新幹線で、とんぼ返りするので、そう。まあ、そんな感じです。はい。今日も、勝ってほしいの気持ちで、応援していきたいなと思いますし、まあ、鹿島戦、そして川崎戦と、まあ、公式戦2連敗中なんでね、とにかく勝ってくれと、いうふうなところですね。はい、東京駅着きまして、僕はね、9時28分発の新幹線で新潟に向かうんですが、もう掲示板乗ってるな。そう。ちょっとさ、駅弁を買いたいのよ。で、東京駅の駅弁といったら、駅弁屋祭りっていうのがね、有名なんですけど、グランスターの地下にも、お弁当が、しかも良さげなものが売ってるという情報を聞いたので、今9時10分中、出発まであと15分くらいあるから、ちょっとグランスター見て、なんか買って、駅というか新幹線乗り込みたいなというふうに思ってますが、やってんの？でもグランスターの地下はあんまり、ね、まあ、東京駅から遠征する人は、別に北も西も多いだろうからさ、ちょっと動画的にも紹介できたらなと思ってます。あ、ここじゃない？ここら辺じゃない？ここら辺が。でもカレーパンもちょっとそそるね。カレーパン専門店。あったあった、ここだ。あ、結構あるじゃん。あ、ショーロー。
海辺、崎陽軒のシューマイもあるね。いなり寿司だ、寿司あるじゃん。ミックス弁当一つ、はい、結局伊達の牛タンにした。伊達の牛タン弁当、もう間違いがないよね。間違いがない。新潟行くのに仙台の名物買ってしまった感はあるけれども、新潟でね、魚食べる予定だから肉にしようと思いました。改札の中に入りたいと思います。新幹線の第一行きます。ビール買った、2本買った。新潟駅到着ということで、もうレッツファンとなにわ男子ファンがもう混在してますけど、そんな中で関東アルビサフォは僕ぐらいかもしれない。はい、というわけで新潟駅到着して、今ね万代口方面に向かっているわけですけれども、今もうすごい改装中なんだよな新潟駅な。はい、というわけで、港寿司さんにこれから行きたいというふうなところでランチ行っていきたいと思います。南蛮エビが食べれるといいなの気持ちです。向かいます。ここです。はい、ということで今日はこのね、キーパーユニフォームを着てビッグさん迎えたいと思います。もうね、着きました。はい、時刻はね、2時15分ぐらいなんですけど、向かっていきたいなと思います。はい、というわけでやってきました。ビッグさん結構なんかもうイベントやってるんですよね。キックオフ4時間前ぐらいですけど、もう5000円チャージで1回ご参加いただけます。もう当たりが続々と出始めておりますので、お早めのご参加お願いします。ワーカード落ちない方でも同時に販売しておりますので、ワーカードご購入の上チャージして抽選にご参加ください。今ね、30分ぐらい並んでて、ようやく自分の順番になりそうっていうところで、1等からね、7等まであるらしいので、当たるといいなの気持ちで、外れだとポケットティッシュらしいですけど、当たりは1000本中123本当たりがあるらしいんで、まあ、確率10分の、まあ、12% ぐらい、確率 12% ぐらいで、最大4回チャレンジができるらしいんで、だから 12% をかける4回できると、まあ、当たるといいなと。お、当たりが出ましたね。そうだね、だ 10% かけ4回か、結構ね、ちょっと
チャレンジしてみたいと思います。行きます。お願いします。頑張ります。頑張ってください。うわあ、うわあ、ありがとうございます。どうも。はい、というわけで、あの和音チャージのやつが外れてしまったので、ガラポンにチャレンジ。もうなんかこういう抽選系が好きすぎてやばいっていう。ガラポンは、あ、結構並んでる。結構並んでるけど、なんとかしましょう。今日はね、そう、小島選手のサイン入り待ちでクッションが20名様に当たると。そう、これは欲しい。そう、10回やるよ。いいですか、はい、10回やります。10回お願いします。おい、どうぞ。なんかすげえ、すごいいっぱい、すごいいっぱいあれしちゃった。これは、これ帰ったら開封します。まだね、3時半なんですよ。だから僕の一押しのアルビスタグルこと、越後もち豚の串焼きに並びたいと思います。この4択究極なのよ。この4択大変だよね。おう、この4択でもビールは一緒に飲んだ方がいい、絶対。はい、これから入場するんですけど、浦和サポの鬼ブーイングが聞こえましたね。いやー、面白いね。まあ、なんとかその劣勢というか苦手浦和に勝てるかというところ。あー、選手の練習が始まるのか。そっか、もう試合30分前だけど、オレンジガーデンに来ました。ユニフォームあるじゃんね。ユニフォームあるじゃないですか。いやね、ユニフォーム売ってるという情報を、視聴者さんから教えてもらって、オレンジガーデン行ったらマジで売ってて、で 2XO があったらなるべくでかいのがいいんですよ、重ね着するから。で 2XO が一番大きかったから、在庫ある中では。で 2XO 買って、でネームも入れられるっていうから、今年のね、そのユニフォームでコーズ TV の、背番号のやつ、背番号とネームのやつなかったから、ちょっとそれ入れてもらおうと思って、注文しました。はい、なので今年ユニフォーム5着目買いすぎ。何、なんかこうね、まあまたアンチの人の話になるけどさ、アンチの人たちはね、グッズとかで還元しろだけど、まあタオルマフラーも買いました。ちなみに新作タオルマフラーも買いました。でユニフォームも無事変えて、いや長倉のにしようと思ったんだけど、長倉の背番号にしようと思ったんだけど、長倉ワンチャン神湯にあるかなと、特に今日ね浦和戦ですよ。
だから長倉が神湯に出たら、僕はそれは長倉の神湯には買おうと思ってるから、そうだ、長倉神湯にでいいとして、通常の背番号付きのやつは自分のやつをにしようと思って、そう前ね、その去年のユニフォーム、去年か一昨年かな、あのユニフォームはもうあるのよ、そのコーズ TV ネームのユニフォームで、それ本間紫苑選手のサインを講演会の特典で入れてもらっていて、そうでも結構ねサイズがね、そう若干ちっちゃいのね、 2X とか 3XO とかじゃないやつだから、そうなかなかあの着る機会がなくて、まあ着てもいいんだけど、そうだからちょっと大きめのサイズのユニフォーム欲しいなと。で今期のその僕のネームのやつなかったんで、あの注文しました。はい、なので、レディースユニフォームを買い、伊藤亮太の紙ユニを2着買い、新井の紙ユニを1着買い、で普通のユニフォームの僕のネーム入りを1着買ってるので、今年5着目ですよ。そう、まあそんな感じで、あと、まあ、金を落としてるアピールをわざわざするつもりはないけど、まあ、一応グッズ買いましたよっていうのは普通に Vlog の一環で入れておきます。はい、4週間後に届くそうなんで、10月以降の試合で切れそう、多分ガンバ戦には間に合わないって感じかな。うん、まあそんな感じですね。楽しみですね。来たらまた報告します。はい、ということで再入場します。戻ってきました。もうあと15分でキックオフなんで、もうぼちぼち始まるっすね。いやー、これがあるんだよね。で、松尾さんも良くないからね、基本的には。というわけで浦和の PK です。はい、だから審判なんだよ、審判なんですこれ。いや、小島止めるかって、決められましたね、浦和先生。いやマジ岡部拓斗やめてほしいな。はい、というわけで前半終わりまして、PK で失点して1点ビハインド、アルビが劣勢というふうな状況になってますけど、まあ、前半見た感じだとやっぱシュートまでいけてないですよね。浦和の方がまだ新潟ゴールに向けてシュートを放つシーンがあった一方で、新潟はそのサイドの局面で見た時にはあのいいシーンもあったりはしたんですけど、それが結局シュートまで至らないっていうのはちょっと手詰まり感感じるのと、やっぱりあれですよね、やっぱ浦和のディフェンス陣は本当に今日のスタメンは J リーグベスト11級かなというふうなところと、まあちょっと VAR ちょっとどういうふうな感じなのか見てないんで何とも言えないですけど、ちょっと電波悪くて見れてないですけど、まあやっぱ岡部拓人さんかっていうふうには思ってしまうのが、まあ何も映像を見てたらね、ああやっぱそうだねと思うかもしれないけど、もう見れない現状と、あ岡部拓人さんだもんな、 VAR だからそうだよなみたいな感じもありつつというふうなところの前半でした。Ha ha!
富のゴールで、同点に追いついたんですけど、まあもうちょい早く畳みかけてたら勝ち越せた、逆転できたような気もするので、難しい試合ですね。はい、というわけで帰ります。というわけで、試合終了後の感想ということなんですけど、まあスタンド席で話した部分がもう結構ほとんどで、まあでも込みのリーグ初ゴールは結構いい材料じゃないかなと思いますけど、まあだから本当そのこれを逆転して勝ち切るっていうところと、その同点っていうところと、まあ、あのままずるずる、ね、負けてしまうっていう風な、まあ、3パターンのうちでは、まあ、追いついて意地は見せたという風な見方もできますけど、まあでも勝てたっすね、マジで。マジで勝てた試合だったと思う。特に後半点入った後結構押せ押せムードになって、ただ腹立ったのがなんだ PK 確認中だとかさ、そういう何退場確認中とかで VAR がちょこちょこ入って、ちょっとリズムちょっと勢いをそがれたっていう部分も、まあだからそれ仕事だからしょうがないけどさ、審判のさ、まだ岡部拓人さんだからだなっていう風に思ってしまうバイアスがかかるのはもう僕だけなのかな。なんか本当にそれはなんか単純に腹が立ったっていうか、なんていう風に思ったけど、まあそれはしょうがないからね、確認しなきゃいけないものなんだろうからさ。でもタイミング悪いなとは思った。だそういうなんか細かいその積み重ねというかもうあったし、あとはやっぱその細かいパスズレとかも、でもこれは試合中どうしても起きるよね。だから技術力で上回るっていうところの究極系は本当に究極系になるんじゃないかなと思いますけど、いやーなんかなっていう、勝てた試合だなとも思うし、まあ込みのゴールはまあ込みね、代表にも選ばれましたしね、勢いつけるためにもいいゴールだったのかなと思いますけど、とはいえね、いや勝てた試合だなとは思うわ。なんか不完全燃焼感がありますけど、どうなんでしょうね。でもまあ5勝5敗29敗の浦和相手に負けなかったっていうのはでかいんじゃないですかね。だし今僕もね、一応その今季ビッグスワン現地観戦地無敗っていうのが継続っていうようなところもありますけど、まあそれよりも普通に勝ってほしいんだけどね。まあただそのジンクス的なのも勝負事では大事だなっていう部分もあるので、まだね僕が来て負け試合が今季ビッグスワンではないっていうのはポジティブな材料かなっていうふうな思いますんで、そう、まあそれはまた継続できるようにね、僕もちょこちょこビッグスワン来たいなと。もうね、次またビッグスワン来る時があったらもう去年より来てるっていうふうな感じになるので、はい、皆さんの投げ銭とかで僕の遠征が決まったりもしますので、何卒コメント欄でも投げ銭機能があるらしいので、ぜひちょっと活用していただいて、ぜひというふうなところです。はい、いや人すごいわ、人すごい、ほらすごいよ、めっちゃすごい。浦和の選手が乗ってる。ご乗車ありがとうございました。東京終点です。東京終点です。すごい、もう何もないわ。若干疲労感がありますね。若干というかだいぶか。まあまあまあそんな感じで終わりたいと思います。今日ねたくさんの方声がけていただいて、ありがたかったですね。やっぱり黄色いユニフォームの方が目立つんでしょうね。はい、ということで、ぜひチャンネル登録と高評価ですね。グッドボタンだけでも押してってくださいっていう感じです。そしてコメントいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。